今回の作品はトップアイドルになるために仲間やライバルと生き残りをかけて戦ったり、仲間を時には裏切ったり裏切られたりという、ね、シーンがたくさんありましたけれども、どうですか、こう現実でも友達のことを信用していたのに裏切られたなんていうエピソードが、ね、もしあればぜひ、ね、皆さんに聞いてみたいなと思うんですけれどもシンデレラゲームにちなんでということで、裏切られたエピソード、裏切られたとか裏切ったでもいいですよ、もし言えるなら私こうやって裏切ったんだとかでもいいですし、ね、撮影中でもいいですし、ご自身の経験上でもいいのでぜひね伺いたいと思うんですけど、まず吉田さんに伺いたいなと思うんですけど、吉田さんは、はい、ありがとうございます、はい、過去に裏切られたとか許せないとか逆に裏切ったなんてそういうエピソードあったりしますか？エピソードはですね、私は先ほども少し言ったんですけれども、チューズというアイドルグループに所属していまして、はい、私は18歳の時に一人で上京をしてきたので、家族も友達も知り合いもいない中、うん、一番信頼できるのってそのチューズのメンバーのみだったんですね、今もそうなんですけど、同志ですからねそれなのにこの間ライブの後に私以外のメンバーで、ご飯を食べて、あら以外で、はい、会議をしてたみたいなんですよ。えそれで次の日何その話みたいなのがすごい多くって、何って聞いたら、えそういうなんかちょっとなんていうんですか、チューズのことに対して真剣な話もしてたので、でも聞いてなかったので、うん、何その話って聞いたら、ミクは大丈夫、そのままでステージでちゃんと笑ってくれればいいからって言われて、もうなんかやばいよそれ、そう、ね、それでなんかいい意味なんだか悪い意味なんだか、そうなんですよ、笑えるやつかなそれ、大丈夫、仲はめっちゃいいんですよ、仲いいもんね、めっちゃ、はい、でさっきもライブのチケットもらったりとかして、みんなに、そうね、そうなんです、見に行くときちょっと違う目線でも見ちゃいますよどうなんだろうなこうやって笑ってるけどどうなんだろうみたいな思ってるよねメンバーも来てくれてて今日も、はい、来てくれて見てくれてたりして、なんで呼ばなかったか本当は聞きたいんですけどもねはい、もうそれからはライブ後必ず一緒に帰ります絶対があるか分かんないからね、はい、一緒にご飯行けなかったのも寂しかったんじゃない、それもある、多分それもあるし、うん、なんかその私だってもう大人みたいな感じで一番最年少なんですけど、はい、大人だからなんかその話をそう知りたかったんですよ、うん、ちゃんとこうグループの一員としていろいろ考えてるよ、はい、私だってっていう思いがあったんですね、はい、なのでなんかこのシンデレラゲームを見てさらになんかアイドルは笑ってるだけじゃダメなんだなっていうのも改めて思いました。上手にまとめますねありがとうございます、ぜひねこれからは密会はねされないように気をつけてくださいね、はい、つけます、ね、つけていきましょう、はい、じゃ続きまして春川さんどうでしょう、はい、私全然もっとライトな感じなんですけども全然いいですよ、私結構母親がすごい人間なんです、どうすごいかって言われると結構難しいんですけど、はい、突拍子もないことしたり予想の斜め上を行く発言とか行動とかする人 で、はい、でそういうの知ってたんですけど、それ当時私がまだガラパゴス携帯、わかります、はいはい、あの2つ折りの携帯を使ってる時に初期が青色のを使ってたんですね、でそれが使えなくなったんで新しく買えるということ で、で母親が私がお店に行っとくよって言ってくれたんで、任せて、でも高いやつは、まあ、お店で一番安いやつ選んで帰ってくるからって言ってて、うん、でも色だけは選ばしてあげるよってこと言われたんで、私青がいいって言って引き継ぎで青にしてくださいってこと言ったんですよ。そしたら持って帰ってきたのがピンク色で、あら違うね、で問い詰めたら、いや青がなかったからって言うんですけど、青欲しいって言ってる人が次にピンクを選ぶはずがないじゃないですか、うん、で黒とか、うん、暗い無難な色がそう他にあるのに、うん、まさかのピンクをドヤ顔で持って帰ってきていやまさかここでこんなあちゃって思うかって思いました。やっぱ、ね、身近に裏切られるようなことが多いですからね、そうですかね、実はね、なるほど、ありがとうございますありがとうございます、大体ね裏切りというのはね佐々木さん大体そうじゃないですかね、いきなり知らない人に裏切られない、はい、水木さん、はい、なんか結構みんなハードな裏切りに合ってるんだなと、ね、ありますね、私本当人に裏切られたことないような気がするんですけど、うん、そうだな、なんか私3ヶ月に1回くらいのスパンでコンビニのアメリカンドッグをすっごい食べたくなるんですよ。なるほど、季節に1回ぐらいかな、そう、うん、でもすっごい食べたくて、うん、もう仕事終わりに家帰ってる途中にもう家のコンビニで買おうと思って
もう駆け込みアメリカンドッグ1本くださいって言って買って、うん、お家に帰り、うん、あの紙の袋からさって抜いた時にそれがフランクフルトだった時のららら、もう本当になんか何に裏切られたのか分かんないんですけど、ね、もうなんかもうお皿に乗っけてそれをどうしたらいいのか分かんなかったんですよね。もう絶望感がもう口と中もね食べたいそっちの気になってるわけだから、すっごい楽しみだったの、うん、本当に思い出しちゃいました。今日買って帰ります。ね、もうなんかそのあちはさんと一緒にこうそうジャンク仲間になったら、ね、やりましょう、ね、ジャンク会やりましょう、ジャンク会やりましょう。名前すごい恐ろしい名前だった。いないんで周りに聞く人が聞いたら何の会っていうね。ジャンクフードの会なんですけどね。石岡さんじゃあお願いします。はい、ありがとうございます。私は私も彦さんと一緒で裏切られたっていうのにあんま気づかなくて、うん、今日こういうことがあったんだよってお家に帰ってこうお母さんに言うと、へいさんあんたバカなんじゃないって言われる感じで、うん、でも一つだけ最近あ裏切られたわっていうことがあって、それがそのこの撮影の時にいただいたお弁当があって、はい、そのお弁当になんか麻婆茄子入ってて、麻婆茄子、食べたんですよ、うん、めっちゃ美味しくて、うん、すごい想像以上で、うん、これはいい意味で裏切られたなと。まさかすっごい美味しかったんです。過酷な撮影の合間にこんな美味しいお弁当食べれるなんて、はい、いい裏切りですね。そうなんです。これスタッフさんもね、麻婆茄子用意した方とても救われてると思います。ありがとうございます。では山谷さん、はい、どうでしょう。どうしよう、本当にないあんまりじゃあ裏切られたこととかも。いや結構人を信じやすいんで、うん、そこの部分は役と一緒なんですけど、どうだろう どこ何を話していいんだろうな。大丈夫なやつで大丈夫なやつ。でもお父さんの話じゃしてもいいですか。あ、お父さん、ぜひ聞きたいです。いやお父さんと小さい頃お正月にお祭りに行くって言って、いいですね。で夜中だったんですよ、はい、夜に行くお祭りのなんかお参り、うん、っていうのかな、お正月、それってなんか小さいながらすごい特別じゃないですか。です、ね、夜は危ないから、夜更かししてもいい日みたいな、ね、そう、夜更かしをしちゃいけないから、うん、朝になってから行こうねっていうのが、うん、すごいお母さんから言われてたことだったのに、うん、特別その年だけ夜に参拝しに行っていいよっていう風に、うん、言葉をいただいて、でお父さんと二人で行ったんですけど、お父さんが酔っ払いすぎて帰ってこれなかったってことあります。お父さんもちょっと舞い上がっちゃってね。そう、それでお母さんに電話して迎えに来てもらったっていうエピソードがありますね。なるほど、結構大変ですよねそれね。お父さんしか頼れる人いないのに、はい、そういうことかな、うん、あんまいい思い出じゃないなお茶目のお父さん、はい、でもね、皆さんの貴重なお話聞かせていただけたんでね、本当に素晴らしかったと思います。ありがとうございます。ではですね、あ、ぜひ拍手したがいしましょう。素晴らしかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、お客様ご協力ありがとうございました。以上でフォトセッション終了となります。皆様ご協力ありがとうございました。マスコミの皆さん撮影ありがとうございました。さあそれではあっという間のお時間となりました。最後に主演の山谷さんより一言いただきたいと思います。山谷さんお願いいたします。はい、本日は本当に短い時間の中でしたが、お付き合いいただき本当にありがとうございます。私事なんですが、今回この作品のクランクインの日に大切な人が亡くなりました。夢を追いかけるということは本当に得るものも多いけどなくすものも多いな、そういうふうに役を通してですが私自身も強く感じることができた、そんな作品になっております。これから自分の夢を追うというのは一人じゃ叶えることはできないことだからこそ、たくさんの人に力を借りて少しずつ一歩一歩大きく成長していけたらいいなっていうふうに改めて思わせていただけた、そんなシンデレラゲームという作品になります。たくさんの人にこの作品が届いたらいいなと思っております。本日はありがとうございました。山谷さんありがとうございます。ありがとうございます。それではこれにて舞台挨拶を終了させていただきます。